皆さんこんにちは。アースフレンズ東京 Z マネージャーの中村ひとみです。アースフレンズ東京 Z はプロバスケットボールリーグ B リーグの B2 に所属しています。男子のプロバスケットボールチームになります。よろしくお願いします。今2019-20シーズンを共に戦ってきた選手とスタッフを漢字一文字で紹介していくというコーナーを勝手に行っております。本日ご紹介したいのが、はい、背番号13番の小原義正選手です。よっちゃんという愛称でみんなから親しまれていて、子供たちからもすごく人気のある選手です。この色という漢字を選んだんですが、この小原選手が普段カラフルな洋服を着てるとかそういう意味ではなくて、色気を感じる選手だなと思います。私が一番色気を感じるのは、小原選手こう髪の毛がカールしてるんですけども、そのカールした髪の毛が汗で濡れてる瞬間です。汗で濡れてる時が一番色気を感じます。あと女型とかがだからハマると思うんですよね。着物姿も絶対似合うので、絶対どこかでいつか披露してください。楽しみにしてますはい、そんな小原選手なんですけど、色気のある小原選手なんですけど、コートの上ではもう男らしくシャウトして声出してみんなを盛り上げるハッスルプレーを見せてくれるので、もういろんな表情を見せてくれる、そんなかっこいい選手でもあります。試合前に松原ストレングスのコンディショニングコーチとバンドを使ったこうアップをしてるのが印象に残ってるファンの方も多いんじゃないかなと思うんですけど、練習前も毎回欠かさずにやってました。努力の男よっちゃんでもあります。はい、あとコミュニケーションもすごい取ってきてくれる、色気を感じる瞬間もう一つあったんですけど、これなんかふとした瞬間こう目があって、なんか見てんなと思ってこうやって見てると、たまにウインクをしてくれます。はい、色気感じますね。そんなウインク、色気もあるし、かっこいいし、男らしいよっちゃんでした。はい、今日は以上です。また見てください。